今日はペロリン村長の応援しにやってまいりました。めいめいとケロケロです。よろしく。君たち、イーガールズのように踊れと言ったじゃないか。なぜ踊れない？もう君たちは子供たちのところへ行きなさい。はい。よいしょ。よいしょ。さあ、まだギター持ってないで。はい、改めましてペロリン村長です。よろしくお願いいたします。はい、ね、どうですかこのミニミュージカル。はい、今日はねちょっとペロリン村長、あ、今のはねアンパンマンのね作った人が作詞してる、手のひらに太陽の替え歌なんですけど、まだ世に出してないので訴えられません。はい。それでは、ここからがペロリン村長のオリジナルソングに やっていこうかと思います。オリジナルソング、5曲用意してますのでさっさといきたいと思います。まず1曲目は二人にまつわるエトセトラという曲になります。それでは聴いてください。ミュージックお願いいたします。ありがとうございました。
めいいでしょいいでしょ、たくり感満載でしょ。つぶがい食べたい。組み合わせが悪いですね、つぶがいとスンドゥブね、この2人は合ってないということですね。はい、その次、その次の曲がですね、君の荷物にならぬよっていう歌ですね。はい、これは、男性陣よく聞いてください。女性のお荷物にならないようにという歌です。厳しいですね。なっても本人が言ってるんですから間違いないです。それでは聴いてください。君の荷物にならぬようミュージックお願いいたします。
とうございましたが一番いい声が出てるような気がします。ちょっと待ってね。今日はなぜかお客様が暑いのでペブリン村長も暑いでございます。はい、それでは次の曲なんですけども、ペロリン村長ですね、この前ですね、梅田のですね、第3ビルの地下にある、地下かな、チケット売り場で、安いチケットを買うてこいと言われたんですけども、初めてのお使いみたいなもんですが、梅田の地下で迷って迷ってね、梅田の地下強い人いてますか？迷われる方いてます？ああ結構迷われる。まあ清兵衛さんはねここへ来るのに地図凍ってるぐらいですからね迷われると思うんですけども、はい、まあそういったちょっと梅田の地下で迷ったことを歌にしました。まあでもタイトルはかっこいいです。 I'm the Grand Maze。 もう兼用か。 I'm the Grand Maze。 はい、地下迷路という簡単な英語です。はい、それでは歌ってみたいと思います。ミュージックお願いいたします。信じる場所へ僕はどう
ょっとギターで弾くの簡単なんで、また歌ってみてください。C のホームだけで歌います。はい、はい、その次の曲がですね、これはもう、涙のチャーリーというね、チャーリーというのはあの、そう、自転車、よく知ってますね。あ、一回聞いたことあります。はい。それではね、まあ、涙のチャーリー、あの、早速行ってみたいと思います。ミュージックお願いいたします。連続欲無涙のチャー
約59キロ、自転車ではしんどいですね。はい、それでは皆様お待ちかねの最後の曲となりました。何のええやこれ、毎回やってやけどね。先ほどのですね、涙のチャーリー、あの曲がですね、好きだと言ってくれた藤原さんね、藤原さんがペロリン村長を捨てて伊丹小屋店からどっか行くそうです。捨てるわけじゃない。僕も連れて行かれる感じなんだ。あ、そうなんですか。三宮へね。三宮の そうです。というわけでね、まあ、今までね、こういうイベントとかでお世話になったということで、今日はね、最後の曲、オーサンキューという歌なんですけども、これ藤原さんに向けて応援歌として歌いたいと思います。どうでしょう。はい。ね。そう。それで、そうだ。正座してよく聞きなさい。そう。目の前で聞いてください。はい。はい。それで、もう大した曲ちゃうね。藤原さん。言うたけど大した曲ちゃうね。短いし。はい、それでは早速歌いたいと思います。オーサンキュー、ミュージックお願いいたします。オーサンキュー、オーサンキュー、オーサンキュー、今だけありがとう。Oh.